私が別のテーブルの人たちの空いた皿を下げていると、義母のテーブルにいた人がとんでもないことを言い出した。でも本当にタダでご馳走になっていいの？は？今なんて言った？いいのよ、嫁の店だから食べ放題よ。みんなも好きなだけ食べて。あら、ワインが空いてるわね。あかねさん、こっちに新しいワインをボトルでちょうだい。私はすぐに義母のテーブルに向かった。ただにするわけにはいかない。ちゃんと一言断りを入れておかないと。私の名前はあかね、35歳のシェフ。私はつい最近念願の自分のお店を開いた。調理師専門学校を卒業後、さまざまなレストランで修行を積んできて、ようやく自分の夢を叶えたのだ。だがこれはゴールではなく、スタートラインに立っただけ。オーナーシェフとしてお店を経営するということは、全責任が自分にあるし、お店を繁盛させて続けていくことが何よりの課題となるからだ。まあ何はともあれ、まずは自分のお店を開くことができてよかった。これから頑張っていくぞ。そう思ったのだが。開店祝いですか？そうよ。あなたのためにお友達をたくさん呼んであげるんだから感謝しなさい。はあ、ありがとうございます。その、たくさんというのは何名で来られるのでしょうか？私を入れて30名ってとこかしら。30名？そこまでの人数となると貸し切りにするしかないですね。あら、いいじゃない。貸し切りでパーッとみんなでお祝いしましょう。それじゃ、日程は追って連絡するから。はい。義母からの急な電話。30名の予約など本来ならありがたいことだ。だがこれが義母からの電話というのが問題なのだ。義母はやたらと贅沢をしているのだが、とにかく自分でお金を払おうとはしない。そのためしょっちゅう私と夫の家に来ては晩ご飯を食べに来る。要するにただ飯を食らいに来ているのだ。夫と結婚したばかりの時、義母は買い物に行こうと誘ってきてくれた時があった。私は夫の母の方から誘ってきてくれて嬉しいと思い、仲良くできるチャンスだとも思っていた。このバッグかわいいわね。どう？私に似合ってるかしら？はい、とても似合ってると思います。そう？じゃあこれ買おうかしら。私お財布忘れてきちゃった。あかねさん、後で払うから貸してもらえないかしら？お願い。また今度来た時にこのバッグがまだ売れ残ってる保証はないでしょう？まあ確かに。私は義母の勢いに押され、結局5万円のバッグのお金を出す羽目になった。そしてその後にランチにも誘われたのだが、もちろんそれも私が出すことに。だがそれからもう 2,3 年は経っているが、未だにその時のお金を返してくれない。私は何度か催促したのだが、今手持ちがなくてとか、今度渡すわと言ったきりなのだ。そのため私は義母からランチや買い物に誘われても仕事が忙しいからと断るようにした。義母はなんだか付き合いが悪いわねと文句を言ってきたが気にしない。義母は明らかに搾取するつもりで近づいてきているからだ。そうやって私は義母となるべく距離を置いていたのだが、先にも言った通り、今度はしょっちゅう家に来るようになったのだ。そして義母はいつも何の遠慮もなく食事をしていく。いや、やっぱりシェフなだけあって、あかねさんの料理は美味しいわね。ありがとうございます。あら、ワインがもう切れたのね。新しいのないの？お母さんがほとんど飲んじゃったんじゃないですか。もうせっかく私が来てるんだから、2、3本用意しておきなさいよ。義母はただ飯を食らいに来ておいて、ずうずうしい要求をしてくる。私一人ならば注意して断ることもできるのだが、厄介なのが夫のアキラが義母の味方をすることだ。おい、母さんの言う通りだぞ。お前にとって母さんはお客様も同然なんだ。シェフをやってるならそういう感覚は普段から持ってないとダメだろ。今すぐワイン買ってきなよ。夫は無理やりな理論で私を言いくるめようとしてくる。もちろん私も譲れないところは譲らないようにしているが、毎回真っ向から対立するとめんどくさいので私が折れることも多い。昔はかっこいいと思ったのにな。夫との出会いは合コンだった。当時夫は大手企業に勤める会社員で、自信家のような感じで堂々としていた。私自身シェフという自分で道を切り開いていかなければならない職業についていることから、自分に自信を持っているという人にはやっぱり惹かれるものがあった。
しかも夫の場合は大手に就職しているという結果もついてきていたので、ただの口だけの男ではないと思っていたのだ。ほんの少し横暴なところがあるとは薄々感じていたものの、私はそれも自我が強く前へ進む成功者の特徴だと置き換えて考えてしまっていた。その後交際をスタートして結婚に至ったのだが、夫は家ではよく会社の文句や愚痴を言っていた。誰も俺の能力に気づいていないとか、ダメな上司のせいで俺まで被害を被っているなど、聞いていて幻滅するようなことをよく口にしていた。やっぱり付き合っている頃にはわからないことや見抜けないことだらけなんだな。結婚してみてそのように実感した。そして愚痴を言っているだけならまだ良かったのだが、ちょうど私が店を出す半年ほど前に夫は会社を辞めてしまったのだ。これ以上俺の才能を埋もれさせる企業にはいられない。俺の実力をフルに発揮できる会社が必ずあるから、そっちに転職する。そのように言う夫。私は会社員ではないので、その辺のことはよくわからない。だから夫の言葉を信じていいところに転職してもらうしかなかった。それにその頃にはもう独立してお店を出す計画を進めていたので、夫に構っている余裕はなかったのだ。ところが半年が経った現在、夫は相変わらず無職である。ことごとく面接に落ちているのだ。最近は私はお店の開店準備に追われていたので緊急を知らされていなかったが、面接を受けに行っているかさえも怪しかった。つまり義母と同様、夫もただ飯を食らっているようなものなのだ。それなのにやたらと威張ってくるのには私も少し腹が立っていた。そしてついに義母の貸し切り予約の日がやってきた。義母は満面の笑みで来店、後ろには29人のお友達を連れてきている。いや、その中にはなぜか夫も入っていたので、正確には28人のお友達か。あかねさん、今日はよろしくね。はい。よろしくとはどういうことか。おいしい料理をお友達に提供してねってことならもちろん受けたまわる。だがよろしくの意味が無料で食べさせてねという話なら、今日はディナーでの予約だ。だから単価だってランチとは比べ物にならない。それに30人分だから相当な額になるぞ。私はとても不安になりながら、とりあえずは注文された料理を次々と提供していった。まあ本当に美味しいわね。お店もおしゃれだし、いろいろなところにこだわりを感じるわ。そんな声がちらほら聞こえてきて私は嬉しかった。ただその度に義母が自分のことのように、そうでしょと相槌を打っているのは腹が立った。そしてある程度食事が進んだ時だった。私が別のテーブルの人たちの空いた皿を下げていると、義母のテーブルにいた人がとんでもないことを言い出した。でも本当にタダでご馳走になっていいの？は？今なんて言った？いいのよ、嫁の店だから食べ放題よ。みんなも好きなだけ食べて。あら、ワインが空いてるわね。あかねさん、こっちに新しいワインをボトルでちょうだい。私はすぐに義母のテーブルに向かった。ただにするわけにはいかない。ちゃんと一言断りを入れておかないと。お母さん、今日はちゃんと代金はいただきますからね。はあ？何言ってるのよあんた。これだけ人を連れてきたんだからサービスしなさいよ。そんなこと言われても困ります。すると夫まで義母に加勢した。おい、母さんに恥をかかせるなよ。いいから今日は言うことを聞け。今日はってなんだよ。あなた私に恩があるの忘れたの？このお店の開業資金を一部負担したのは誰だったかしら。それとこれとは話が別じゃん。はいはい、とりあえずまだ注文して届いてない料理があるんだから早くして。そう言って義母は私を厨房に追い返した。ちょっと大丈夫なの？ただで食べさせてくれるっていう話、嫁さんに伝わってないんじゃないの？大丈夫よ、何の問題もないんだから。義母と友人のそんな会話が聞こえてきた。どうやら友人の方たちは話が通じそうだ。そしてデザートまで出し終わり、義母たちは満足そうに食事を終えた。いやあ、茜さん美味しかったわ。どうもごちそうさま。ありがとうございます。それではお会計ですが、27万円になります。え？私の発言に義母だけではなくご友人の方も目を見開いて驚いている。ちょっとあなた今日はタダで食べられるって言ってたじゃないの。え、
ええ、もちろんよ。ちょっと茜さん、どういうつもり？お金を取ろうだなんておかしいわよ。いや、おかしいのはお母さんですよ。貸し切りにした上で30名様分の代金をタダにするなんて、そんなお店あると思います？きっちりと代金は支払ってもらえますから。おい、あかね、いい加減にしろ。母さんを困らせてどうするつもりだ。困ってるのは私の方よ。大体あんたは働きもしないで何威張ってるのよ。え、息子さん無職なの？大手企業に勤めててもうすぐ課長になるとかなんとか言ってなかった？え、あ、いや、その、今は実は充電期間というか。あかね、俺にまで恥をかかせるなよ。働かないあんたが悪いんでしょうが。ちょっと茜さん、あなたね、私に恩義があることを忘れたの？恩義ですか？そうよ、開店資金を援助したんだから、その分のお礼をしてもらわなきゃ。100万円渡したんだから、今回の27万はタダにしてくれてもいいんじゃない？それでも73万は私の方が多くあげてるんだから。そこまで言うのなら分かりました。私はそう言ってボタンを押し、店のシャッターを閉めた。ちょっと、何やってるの？店の出入り口を塞いでどうする気だ。無銭飲食を見逃すわけにはいきません。27万をきっちり支払ってもらえないのなら警察を呼びます。警察？お前本気で言ってるのか？ちょっと、警察沙汰なんて冗談じゃないわよ。そうよ、あなたがタダって言ったから来たのに。義母は友人たちに詰め寄られている。茜さん、なんとかしてよ。知りませんよ。私はお母さんからタダでご友人に食べさせる話なんて一言も聞いてなかったんですから。ほら、やっぱり嫁さんに話通ってなかったんじゃない？いや、その、とにかく皆さんお一人9000円を支払ってもらうか、お母さんが責任を持って全額支払うか選んでください。あなたね、さっきの私の話聞いてなかったの？あなたは私に100万の借りがあるのよ。だから今回の分はそのお返しに当てなさいよ。その話なんですけど、あれってお母さんのお金じゃないんですってね。え？お父さんにこのお店の開店の報告をした時に聞きましたよ。お父さんが気持ちとしてプレゼントしてくれたポケットマネーだって。それをお母さんが責任を持って渡すわと言って、あたかも自分が出したかのように私に渡してきたんですよね。つまりその時から私を騙して私に恩を着せてタダ飯を食らおうと計画していたということですよね。それは。真実を知った義母の友人たちは義母を睨みつけている。あなた、今回タダにするからって言って私に別の店でのディナーをおごらせたわよね。私は温泉旅行の宿泊代を今回のディナー代と相殺させてって言われたわ。私はアイドルのコンサート代よ。今あなたがつけてるスカーフ代、遠出した時のガソリン代、缶コーヒー。義母の友人たちが次々と義母にたかられた内容を言い始める。まあ缶コーヒーくらいは許してやれよと思ったが、義母は顔を青くしながら私にすがりついてきた。お願いよ、後で支払うからみんなを返してちょうだい。いいえ、ダメです。今お支払いください。お母さんはそう言って私に5万円を出させて買ったバッグのお金を何年経っても返してくれなかったじゃないですか。今支払うか警察呼ぶか、どちらかをお選びください。そんな、私は今お金は持ってないんだよ。だいたいそんな大金をポンと出せるわけないだろう。そうですか。それじゃあお父さんに持ってきてもらうしかないですね。それはやめて。私が後でどれだけ叱られるか。そんなこと言われてもお母さんに支払い能力がない以上、お父さんを呼ぶしかないじゃないですか。なのでお父さんを呼ぶか警察を呼ぶか今決めてください。そんな。わかりました。それじゃあ残念ですが警察を。わかったわ。お父さんを呼ぶから通報はしないで。そして数十分後、義父が到着。お前は一体何をやってるんだ？ごめんなさい。茜さん、本当にバカな妻がすまない。そう言って義父は27万円を支払ってくれた。いえいえ、お父さんは悪くありませんから。お金をいただいたので私はシャッターを開けて義母の友人たちを返した。なんだか申し訳なかったわね。いえ、こちらこそご迷惑をおかけして申し訳ありません。お料理はとても美味しかったから、また来るわ。
ありがとうございます。お待ちしております。そしてお店には義両親と夫だけが残された。お前はどれだけ好き勝手やったら気が済むんだ。ごめんなさい。ちゃんと反省してるから許して。いや、今度はもう許さない。開業資金の話も、普段よくお前が茜さんの家でご飯をたがってるのも聞いたぞ。今回の27万と茜さんに借りた5万円とランチ代、全て働いて返せ。そんな。お父さん、ついでにアキラのことも怒ってください。未だに無職なんです。なんだと。おい、アキラ、どういうことだ。いや、それは俺に会う会社が。ふざけるな。俺がせっかくコネでフリーターだったお前を大手企業に入社させてやったというのに。え、アキラそうだったの。いや、私のことずっと騙してたのね。いや、だって聞かれなかったし。最低ね。もう離婚しましょう。そんな、いきなり離婚だなんて。バカモン、お前はずっと茜さんの紐状態だったじゃないか。離婚されて当然だ。これ以上茜さんに迷惑をかけないように離婚しろ。そんな。そして夫と義母は義父に連れられていった。その後、義父の協力もあり、私は無事に夫と離婚が成立。義母は義父に働いて金を返さなければ離婚と言われ、現在はスーパーで働きながら必死にお金を返しているらしい。私が貸したお金についてはすぐに返ってきた。義母は今まで一度も働いたことがないので、おつぼねさんと店長から毎日叱られて精神的に病んでいるそうだ。本当をざまあ見ろって感じだ。ちなみに元夫については、義父が専務として働いている会社の肉体労働の部署に就職させて、遠慮なく厳しくしつけるように命じたそうだ。これで少しは口だけの性格が改善されればいいが、まあ私にはもう関係ないのでどうでもいいか。一方、私は順調にお店の売り上げを上げることができている。義母の元お友達の方も常連となってよく来てくれている。ちなみに義母とはもう誰も連絡を取っていないようだ。その後、私はお店の取材に来てくれた雑誌の編集者の人と交際を始めた。そして数年後に結婚し、子供も生まれた。現在はお店の経営を続けながら、家族3人仲良く幸せな日々を送っている。30名分の飲食代をタダにしてもらおうなんて、一体どんな神経してるんですかね。非常識を通り越してどういう思考回路をしているのか、逆に頭の中が気になってしまいます。それにしても義父がまともでよかったですね。主さんも口先だけの紐夫と別れることができただけでなく、新しい出会いと幸せを手に入れることができてよかったですね。これからも家族仲良く過ごしながら、お店の営業も頑張ってください。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。